さあどうもこんばんは、矢野ひょうど、ひょうどです。よろしくお願いします。どうも小籔です。お願いします。さあ始まりましたね、はい、おしゃべり一本勝負、はい。今日ももうたくさん来ていただきまして、ね、ありがたいことでございますが、すっかりもう本当に東京に来ることがもうへっちゃらになりましたですね、うん、もうだいぶ慣れてきましたね。はい。でもどこからこう生きていいのかが分からなくて、もう僕生きていいんですかね。生きるという定義がちょっとよく、どういう生きり方なんですか。東京とかよう行ってんのって言われた時に、はい、なんて答えてるか分かんないです。大阪でね、東京とかよう行ってんの、いや全然って、ほんまに全然の時は全然じゃないですか、うん、今ってまあその大して番組とか出てないですけど、まあ、ルミネとかそんなんで、はい、まあ週に、まあ、2回3回かなっていう感じ、はい。ああまあまあでいいんですかね。3回ぐらいと、まあ、ですかね、まあまあって言って、5回ぐらい行ってんのって言われた時、ああいやそこまではって、まあ、なりますよね。なりますよね。で、まあ、そのまあまあが5回がまあまあならば、ちょっと恥ずかしいことになってきますしね。難しい。だから酒強い飲んで聞かれる時と同じですよね。まあはい強いですよっつって、むちゃむちゃ向こう強い人とかやったら、ね、弱いやんけって言われるし、そうですね、いやもう全然ですよって言って弱い人とかやったら、いやめっちゃ強いやんって言われるし、だから本当にお酒の強さも数値で表してほしいですよね。まあね、7、9とかそういうのも、もう押してほしいですね、はい、あの夜勤かなんかでブンと、まあ、今日も東京泊まりじゃないですか、はい、で明日ほぼ朝一で帰るわけですよね、はい、やっぱり大阪の土台班芸人にしたらもうすぐに戻らないとみたいな、はいはい、そうですね、行くわけですけども、まだね東京来るのはいいんですよ、はい、新幹線で、うん、東京で泊まるから、はい、寝てても、はい、これ帰りがね大抵朝一って博多まで行きよるんですよ、はい、だから緊張感の連続なんですよ、はい、今日泊まるでしょ、で明日6時の新幹線やったら5時半には出なあかんから、うん、言うたらもう寝るのも緊張する、で新幹線乗る、寝たらね気付いて、うん、広島なんか言われた日にはこれえらいことやないですか。終わりですよね。で僕一回これ全然逆の話なんですけど、名古屋の番組で「あのご縁です」っていう番組で、はいはいはい、清志師匠が、いろんなお宅を回りはるんですね、はいはい、夫婦のでお話を聞いて「幸せですね」っていう番組なんですよでその番組が朝早いんですよ。で、どんな仕事もそうなんですけど閉じたらダメですよね、はい、仕事的に、はい、ただ清志師匠の番組っていうのは閉じたあかんけど1個上に乗るみたいな感じですね。はいはいはい、もちろん。で要するに名古屋駅で清志師匠と合流してロケバスに乗って現場に行くから、僕がもし閉じてしまう、小籔さんが閉じてしまうということは清志師匠を待たすことになってしまうということで、はい、これもまたね前日から寝れない状態なんですね、うん、これ朝大丈夫かと、はい、だからもう嫁に何時やでとね、起こしてなって、もう30分前には新大阪に降りたいから、でその時間言うて目覚ましもかけてね、ほんで、まあ、寝たわけですよ。その時は寝なあかん思って、次の日もねずっと清志と一緒だから眠たい顔もできへんし寝て、でもう緊張してるんでしょうね、うん、もうだからもう携帯も鳴る前に止めるみたいな、うん、携帯不完全燃焼みたいな、うん、でってもう止めるみたいなって昨日からスタンバってたのにここまでですか出番みたいな、ね、そう携帯からしたらほんま最悪ですよね。もう向こうも緊張してね、はい、6時間ぐらい前からよっしゃ明日、はい、6時45分鳴らさな、はい、みたいななってるのに、はい、来たーもうダメだダメだって止められて、はい、ほんでもう用意しだすわけですよね、はい、ほんなら嫁アラームも鳴るわけです、うん、いう声がね、で結婚したてやったら一応別々寝てるから部屋まで来て、うん、時間やでって言うてくれてたけど、もう今そんなんもないじゃないですか。ないんです。もう部屋から寝たままの状態で朝やでって聞こえるんですよ、ね、で起きてるで言うて、ね、ほんでだいぶ前にこの前起きたんですよ。んでふぶらふらしとってまだ時間あるな、うん、これが一番危ないでしょ、はい、まあ余裕あるな思って、こうなもうタバコ吸おうかなどうしよっかなプッってなった段階から記憶なくなってるんですよ。ほんでハッて目覚めた時にふって見たら7時18分ぐらいだったんですね。で多分ね新幹線が7時40分ぐらいだったと思うんですよ。で僕ん家からまあ新大阪まで15分ぐらいで行けるんだから行って、ほんで間に合ったんです1分ぐらいで。ほんでこう座ってておっさんになったらよう寝るな思ったんが、間に合ったっていう安心感でまた寝たんです
ほんならピピッ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 っていう音が鳴るんですよ。なんかなと思ってほっと見たら、ちょうど名古屋駅に電車が入ってる時やったんですよ。で、うわ名古屋思って、やばいやばいって用意して、でもピピッ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 っていうのは止まってないんですよ。ほんで行こうと思ったんですけど、誰かが名古屋駅で降りるためにアラームをセットしてて、ああその人に僕助けてもらったじゃないですか。なるほどなるほど。でその人は寝たままなんですよ。ほうピピッ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 って言うとるから、これ気になるな思って、その人はかわいそうやなと、助けてくれた、もう間接的に助けてくれたのにその人は気づかずにピピピピ寝てる名古屋過ぎてしまうと、うん、ほんでなんかでっかい仕事とかね、うん、清志師匠の広志師匠を待たせてるかもわからないから、その会社のね人が、はい、ほんどうしよう思って、でもあんまり一人ずつ起こすのもね、うん、同じようなおっさんをこなして寝てるし、うん、誰がどれか分からへんわけわしゃ横浜やとすいませんってなるから ね、ほんでもうこれちょっとおかしい人やと思われてもええわ思って、こっちの自動扉から向こうの自動扉まで思いっきりね大きい声で名古屋だけやほんでホーム出たんです、うん、ほんで出てタンタンぐらいでチッってしまったんです、うん、もう俺はやったと、まあまあまあそのやれることはやったと、うん、その人に対しての何、うん、恩返しした、だからこのその人は降りてるはずだと思おうと、うん、ただファッと振り返ったら真ん中ぐらいの窓からこうなってるサラリーマンがおったんですけどそれや、いやそれはそれですよ、手が取りましたよ小籔さん、それは名古屋に感動してるということでしたこと名古屋やんっていう、富士山やったら名古屋だけど絶対そうですよ、もう下田っていう名古屋で乗り過ごしたら新横浜までですからね。そうですね、ちょっとしたタイトなスケジュールだったらもう取り返しつかないですからね。だから僕そういう意味でも飛行機の方が好きなんですよ。まあまあそうやけど、うん、あのね揺れんのが怖いんですよね飛行機、うん、まあ確かに揺れますよ、今からなんかこう雲の多いところ行きますので揺れますよみたいなこと言いますもん、ね、言うやんか、うん、ほんでキャビンアテンダントさん、はい、もうなんかいやちょっと引きずってるやん顔っていう時あるやんかなんかこうやってね失礼です、私も揺れますので締めさせてねっていうアナウンス流れて、で顔が割れてるけどグーンなってる時あんねんほんでねプン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 ってねなんかトゥントゥンがめっちゃ鳴る時あるでしょあれめちゃめちゃ怖いよ、何が起こったんと歌ったらトゥンぐらいでなんかで喋ってんのにもうはよはよはよぐらいのトゥンテ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 ンってなるのちょっとやばいんちゃうのって思いますね。なりますね。ただ全然大丈夫なんでしょ、確率で言うたらもう乗り物の中では一番安全やとかって言いますよね。僕車であの事故ってあんまりまあまあないんですけど、単車で1回、うん、車で2回ぐらいなんですけど、この2回目は相方が運転してたんですよ。でカーブ曲がり損ねて、はいはい、細い急カーブをなんかバーン入っていって、当たってでドーンなって、もうスローモーションですよね、もうカシャカシャカシャドーンなって、ドーンなってドーンってなって、で相方がやってもうたって言うたんですよ。何してんねやこいつ思って、これねとりあえず出なあかんから出たんですよ。でやっぱ緊張するでしょ事故って。ほんでとりあえずめっちゃおしっこしたかったんですよ。道路高速道路でね、うん、でそんな交通量もなかったから、ちょっとおしっこするわって言って おしっこしたんですよ。ほんで言うてるうちにこの高速警備隊みたいなのがパーン来るんですね。あれ心強いわ、あれ、はいはい、すぐ来てくれるわ、はい、パーン来て、ほんでパトカーもシャーって来てね、ほんでねちょうどねカーブ急カーブで当たったんですよ、うん、だから車がねこう止まってるんじゃなくてこう止まってるんですね、カーブのこう途中でね。ほんでね僕ね何も考えずタッチションしたんですけど、ここでしたんですタッチションを、うん、ほんなら流れていきますやん、おしっこって、はいはい、こういうふうにこう下に伝っていったわけですね、はい、警官がそれを僕したこと知らんから来た瞬間パッとそれを見て、ダメだオイルもらってる、逃げて逃げてってその時にわー言うて逃げてる時にこれどんだけ怒られんねやろダメだー言うて上でしょんべんしたのどいつやー言われて、あれは怖かったですね
事故は怖いですね。事故怖いです、うん、でも僕も大きいのあんまりないですね。なんか高速こちらでじゃ都市え都市高首都高首都高すいませんまだ土佐藩芸人でしたね。まだちょっと生きったあかん、はい、生きれないです、ね、首都高、はい、みたいな感じのが大阪にもあるんですよ。阪神高速ね、はい、高速としては真ん中にぐるんと丸あるんですけどこう伸びてるんですよ、はいはい、それの僕こっからここへいつも行ってたんですけど、うん、この阪神高速境線に本あのぐるっと環状線から入ったらぐーっと大きいすごく大きいカーブがあるんですよ、うん、で僕いつも車で送り迎えしてたんですけど二十、うん、歳ぐらいの時とか、うん、で送って帰ろうと思ったら小雨バー降ってたんですよ。で僕は何気なしに何も考えずにブーッとこう走ってたんですよね、うん、普通ぐらいのスピードで。なら僕の親が持ってた車っていうのはそんなあの車庫タンとかそんなんじゃなく、うん、普通のケツだけボコンって大きいステーションワゴンっていうやつですか、うん、で乗ってたんですよ。ほんならわかんないですけどちょっと早めの車みたいなのがファー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 ってこう、うんフォンフォンって煽ってくるんですよ、うん、なんか言うたら昔は環状族とかいて、はいはいはい、レーサーみたいな人いますからそういう人なんですか分かんないですけど、うん、おい勝負しようぜみたいな感じでフォン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 ってするんですよ。フォンフォンフォンバトルで、はいはい、これでいや俺別にそんなみたいな何を生きてんねんこいつみたいなでブーって走ってたんですよ。ほんだら僕あのけっていうことかと、はいはいはい、思ってこっちに行こうとしてもこっちにおるから、はい、ふんと思ったらフォン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 って行ったんですよ。ほんだらフォンってなりますわね。あそうですかね。僕に何も感じんとそれに釣られることなくフォンって僕がヒューって言ったんですよ、うん、ほんだら本線が終わって境線に入ってったんですけどそっかカーブ来るじゃないですか、はいはい、小雨降ってその時危ないですよね、はいはい、そこほんま用事故あるんですけど、はい、ほんだらバーって言ってたら僕後ろ降るじゃないですか、うん、ほんだらここでまあなんか合わせてくるんですよまた、うんうん、まあカーブやし減速したんでしょうか、うん、でも結構速いスピード突入したんか分かんないですけどバーって言ってたら車こう曲がってるんですよ、うん、やのにこう曲がってるのになんかね車こうなったんですよ、うんうん、ゆっくりこうヒューイーってなってきてスリップしてるんですよね、うん、こっちだからこうなるんやったら分かるんですけど、うんこうなっていってあれと思ったら思った瞬間クラ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 って回って2車線しかないんですけどパン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 ってなったんですよ。怖っもうピンボールみたいな感じで、はい、ええー、思ってこうなってるから近寄ってくるじゃないですかそのバン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 が目の前にねこう行ってて僕もこう言ってたけどこう向いたなと思ったんですけどクラクラと回ってそのままのスピードちゃいません遅なってるからパン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 ってなってええーってなってバン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 でこうやった時こういけたらいいですけどそれも分からんからその確率は全然こう来てこうなったら終わりやし終わりやしねええー、とか思って僕もバーって踏んでそれもまたあボンビングブレーキや思って冷静やなやっぱり冷静な男ですからね教習所になると急ブレーキギューやったらスリップするだからポン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 ってめっちゃこぎたのガーッガーッグググググググってうわ止まったらもうぐるぐる回って変わりながら回転してボーボーボーなってんのでグー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 でギューってなったんですよ。ほんまに兵藤さんやったら一人こうやって通れるかなぐらいのまあですよ、うん、もう当たったかなぐらいだから人こう車と車の間入られへんのちゃういうぐらいグーッ接近したんですよ、うん、で何やねんこいつってなってその僕は普通の一般人やったのにフォン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 の時にチラッて見てもフォンフォンみたいな感じでするわけじゃないですか。何フォンフォンしようってこいつは思って、はい、あれでもフォンフォンするからこんなバン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 なったんじゃんでグルルルなってビューってなってギャ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 ってなってまあ兵藤さんが僕としたらこうグルルルドーンってなって止まったんですよ、はい、息を止めた何やねん、息を止めたごめんねもなくええみたいなそこはフォーンってやるなと思ってね一番全然やっちゃったみたいな何やねこいつもだんだん僕やっぱ怖かったんでしょうね、うん、足アクセル踏んでるんですけどもうカタ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 なってんですよ。もうポンピングブレーキの余韻か腰抜けてるんかもう安堵と同時にカタ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 なってもう全然もう25キロぐらいでずっともういや踏めないんですよ怖い。このほんまついちょっと前ね あるところで仕事があって道がめっちゃややこしかったんですよ。ほんでもうこれ時間ないと朝の10時35分出番がもう10時10分頃になったんです。早いかな思ってでブーッ走っとったらこっち自転車にね乗ってる
人がおったんです。ギター抱えて、それでタバコをこっちで吸おうとしてはって、でうわ吸うてんな思って行こう思ったらグンってよれたんですよ。もうギーってなってバーンって鳴らしたら、それにびっくりしてうわーってなってバーンってこけはったんですよ、うん、男の子ね、うん、で当たってはないからどうしたらか分からへんし、時間ないしで大丈夫かなってわーってなって立ってるから、まあこれは大丈夫だろうと、うん、取ったんですよね。でもう時間ないし大丈夫やな思ってスーッと行って、で道分からんか探しながら行っとったら、バッてねドアミラー見たらもう立ちこぎでグー追いかけてきてはるんですよ、うん、ってなって、でもう分からへんわ俺思って、うん、道も分からんしこの人も分からんし俺も分からんし全て分からんわってなって、どうしたらよかったんかと、うん、でバッて、まあ、止まってたらキーってきてって言うて、えビーってどないしたんって言ったら、あのね、あの当たってないですけどこけて、僕大事にしてるギター気づいたんですけどって言うんですよ。いやいやいや、でも俺は当たってないラッキーを取ったと、うん、当たってない、うん、当たってない、危なかったよねって、よれたよね、うん、だからパーって鳴らした、鳴らしたとって言うたら、いやちょっとあの後ろ来てるし寄せてください、もう時間ないねんと、もう20分ぐらいねんと、もうあと15分もないし、でバーンって行って、もうバーン言うたろかなと思って、うん、これはもうで行って言うたろかなって思った瞬間、あの今まああのどういう商売してるか分かったけどって言うんですよ、うん、そうなったら戦闘能力ブワーって出たんですよ、うん、一応僕なりにね、うん、ブワー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 っていっぱい出たのに、うん、顔さしたってなりますやん、はいはい、でなって違うやんと、いやそれごめんと、気づいたらごめんなと、 はあ、でも僕、まあ、ごねる気ないんですけどって言うから、あのごねるとかじゃなくて当たってないしっていう、そこからもう押し問答ですよね、うん、ほんでいや僕握手してもらったことあるんですって言われると、しまったやつがまたなんかもう全部ポロポロポロって落ちていくみたいな、もう二度と出ないみたいなね刃の、うん、ほんでそれで話して、でお金渡そうかな思ったら、それは違うやろと、うん、それでもし1万円でも渡したらね、うん、なんか俺が悪かった、悪かった、全面的に両方悪かったと思うんですけど、うんうんうんってなるし、うん、それはあかんやろ、渡したらあかんやろと、うん、せこいとか問題じゃなくて、うんうん、ほんでなんか、いやほんまいつも見てるんですよ、うん、ありがとうって、時間ないねんけどって言ったら行ってくださいって言われて今後とも応援してます、何やってんこの時間でもね、それからね腹立つわという気もちょっとあって、もうこんな朝からって思ってたんですけど、だんだん夜になるとね、なんか大事なギター傷ついたっていうのがずっとあんてしまうんですよ、うん、なんかそのこのことを思い出してまうというか、うん、忘れよう思うねんけど、なんかシャワーバーって浴びてふってやってんねんけど、ギターなーとかなってるなんか渡した方が良かったんかなとか、わだかまりありますよね、うん、なんかそんなもし見てたらね、まあごめんなさいねですけども、いやいやそうですよ、どうしてかわからないですね、難しいですね、当たってたらね、うん、もう全面的に警察呼んでしなあかんけど、だからびっくりしてこけたのはまあ事実やったとしても、うん、そしたらお互い悪かった、うんうん、でも俺はそのことについてお金払う気はない、うん、ただこうやって知り合った君に、うん、俺も知り合いとなったからギター潰れた、かわいそうやな、俺関係ないけどかわいそうやから1万あげるわがいいんじゃないですか、どうですか、ぜひまたこれ見てたら、はい、どっかで会おう、飯行こうとりあえずな、なんやったら一回あの時の僕ですと、うん、言うて壊れたギター僕見せてもらったら、うん、兵藤さんの分建て替えますんで僕でまた兵藤さんからもらったんです、そうそう、もう車とか怖いですね、そう思ったら、そうなんですよ、飲むのは言えば男の子ですし、やっぱ車欲しい、まあみんな、うん、薄くみんな思うわけじゃないですか、うん、でまあ夏は涼しい、冬はあったかい、うん、車なんかね、うん、最高でしょ、で家族もおるし行動範囲も広がると、はい、でレンタカー家の近所にあるんですよ、だ四国にうどん食いに行こうかいたらレンタカー借りていくんですけど、うん、だからレンタカー借りるほどでないところってあるじゃないですか、はい、うん、でもタクシーやったら何とか練り歩けないじゃないですか、車って練り歩けるでしょ、はいはいはい、だからこっち行ってみようかとか、
なんかこっち行ってみたりとかっていうのができるけど、タクシーであちょっとこっち行ってみたり、あのこっち行ってみたりとか言えないじゃないですか。言えないですね。なんか目的地でスパーンと行くもんやから、はい、ちょっとちゃうと、うん、どうするとかなって、だまあ買おうかみたいな、はいはい、ね、っていうのは7回ぐらいあったんですけど、うん、いつもやめようってなるのが、うん、これは皆さんこれ聞いたら毒かも分かんないですけど、はい、まあ欲しい車が例えば500万の車だとします、はい、ね、それを10年乗るという計算、はい、ってことは車体価格で1年間50万円払ってるんですよ。50万払ってますね、言えば、はい、ってことは月4万円払ってるんですよ、車体に。この車を乗ることに4万毎月払うんですよ、10年間、はい、それに駐車場代がまあ僕住んでるところやったらまあ3、4万すると、はい、まあ、3万としたら7万、はい、ガソリン代がじゃあ2万、はい、9万、はい、保険がまあ安くて1万円としたら10万、はい、ね、10万一月タクシー乗っていいんですよ。最近こうで失敗したな。分かったんですか。10万乗ってトントンです。かつそれには事故ってついてこないんですよ。事故なしの10万です。自分がね、加害者に ならないという、そうです。車乗ってたら自分引いてまうかも可能性ある10万でも、タクシーやったら引かない10万でも、あっち行ったりこっち行ったりできないの、どうするかみたいな。で僕まあ月に1回休みあるかないかですよ、はい、で1回で10万タクシー乗ろう思ったらもう京都の奥の方行かな無理ですよ、ね、大阪からもう京都どころも収まれへんかもしれない。そうだ、収まらない。名古屋とか例えばね、なるやろね。だからうーんみたいなことになってやめるんですけど、でもそれも超えてそんな話してたら、そんなん言うてたらこんなもん車なんか買われへんと、車なんか贅沢品や、うん、はっきり言ってなかったってもう電車とバスだけでええねんほんまは、うん、だいたいそんなところに旅行行きたいという思い自体が贅沢やねんから、うん、贅沢にそういうせこい考え乗せんと、もう芸人には贅沢乗っけたらええやんけね、でも芸人さんとか行ってまい行ってまいみたいな人が多いから、うん、僕もどっちかだとそうやし、うん、そういう話してたら行ってまいりましょうかみたいな、うん、よっしゃそうやなと思って、じゃあ、 あの車いいなと、僕車詳しくないんですけど、うん、パッと見たらあれかっこいいな、うん、何歩ぐらい、まあ例えばまあじゃあそれが500万としたら、はい、500万あええな、で嫁はんに、うん、いやあんた欲しいんだ買ったらって言って、僕7回ぐらい買おうかなでこうはい、はい、こうなってたんですね、うん、嫁はんと話し合ったりとかパソコンでヤフーでなんか車の見たりとか、はいはい、これかこれかみたいなとか言うけど、うん、やめる、このさっきの10万理論が出てくるみたいな、はい、でそれずっとやってる時最高にもうそんなん関係あらへんみたいな、うん、金なんかいるかお前、はい、乗ったらええねやみたいな嫁はんはおいそうなみたいな、もうええ俺は乗るみたいな、はい、ええねん、もうそんなもん月1回だとしても楽しいドライブこれは最高や、家族ね、うん、子供後ろ横で、うん、嫁はん後ろ、うん、俺バー運転して高速バー走ろうぜ、うん、よっしゃ思った時に交通刑務所のドキュメント始まったんですよ俺もう買うないうことやなと思いましたね。いやほんまに沈下しますね、それは燃えた心が。車ってね悩み事が増えますね。へえ。僕一番初めに乗った車が親戚のおっちゃんからもらったそのスバルレオネっていうめちゃめちゃ古いタイプの車なんですよ、うん、ボンネット開けたらスペアタイヤ入ってるみたいな、あ昔です、ね、なんかむっちゃ昔なんですよいやかっこいいじゃないですか。いやほんでパワーステアリングとかついてないんですよ、うん、めちゃめちゃ重たいんですよ、わざって言うて曲げると普通の右折できない、でっかい倉庫の扉開ける時みたいな、もうじゃんみたいな、バーン開いて水がいっぱい放出されるぐらいの、はいってそれがねすぐバッテリー上がるんですよ。へー、もうバーッと走っててでゆっくりゆっくりカーブ切るでしょ、ほんなら車自体がプルルルルってなるんですよ。もうこれもうやばいんですよ、うん、ほんでこれをすぐに戻さないと、戻したらプルルルルって言って生きよるんですけど、プルルルルってなったままちょっと遅れたらプルンってなって、その状態でバッテリー上がって一個も動かなくなるんですよ。でその時付き合ってた彼女を乗せてクリスマスイブですよね、梅田とか走っててね、か曲がろう思ったらプルッってなってやばいと思って戻そう思った時に肘がボンってこっち当たってもって、はい、戻らんかったらプルッってなって、クリスマスイブですよ、夕方6時やね、もう止まってもって、うわってなって、もうその時 JAF とかもね電話したっていっぱいやん、そんなでどないしよう思ったら、結構ねどないしたんやって来てくれる人おるんですけど、めっちゃエストンだと思うんですけど、見た目で判断したらダメですけど、してまいますよね。まあ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 、ある程度はね。めっちゃ困ってるんですけど、クラウンね、昔のクラウンのバリバリのなんか
後ろの窓のシルエット A ちゃんみたいな感じのパン張ってピアスポーツみたいなのになった、うん、で車がキーって止まって怖い感じでウィーンって助手席の窓開いたらむっちゃもう前歯ないもうヤンキーみたいな18ぐらいのもうねサングラスかけた男がねウィーンって開きながらなんか乗ってくれはーいはーいってなってくるんですよなんかうわわわわってなりません？矢沢の出囃子矢沢機が乗ってたらあかんみたいな感じですよねだんだん聞こえてくるみたいなめっちゃ困ってんですけどその歯抜けの天使が、うん、自分どうしたんって言うてつないだろうかつないだろうかって言うたんですよつないだろうかってめっちゃ困ってたんですけどいや大丈夫です休憩してるだけですって言ってもらったんですよマスク求めてる。いや、A ちゃんファンは A 人多いんじゃないですか、怖くても。だって、窓を開く段階でですよ。乗ってくれ。あーはんで、開いたら、ヘーリケーってこう、ものすごい音量になるわけですよ、多分。そこでなんかね、なんか意気投合しても嫌やし。なんかそういうのはね、苦労はありますね、バッテリー上がってしまうと。僕その、嫁はんと、今その時つけた彼女とスノボ行ったんです、うんはい、それどこかも京都の山奥、福井県あたりですね日本海側のところにもスキー大阪やったらまあそういうところに行くみたいな、うん、ほんで、僕その前に初めて行った散髪屋さんで、うん、まあいい人なんですけど、めっちゃ喋ってくる人おったんですよ、うん、散髪屋さん行って、はいはい、めっちゃ喋ってくる人、はい、で僕、その時の体調によるかあれなんですけど完全に僕がこうしてたら喋らんといてなっていう合図じゃないですか言えば、はいはいはい、こう読んでるのにパーって喋られた感じのイメージだったんですよ。ちょっと嫌やなと思った人とそこのスノーボーのとこで会ったんですよ、はい、ああと思った小山さんこの間どうもみたいな来てたんすかみたいなはいそうなんですよつって結構グイグイ喋ってきてなんか一緒に滑りませんかのここまで出かかってるみたいな感じ、はいはいはい、ね、いや僕は別にもう彼女と来てるし、うん、いや行きたい方こう行きたいからいいですみたいな感じのちょっとああそぞろにやったら向こうもああちょっと空気さして、うんああそうですかはい分かりましたみたいなビューで言ってちょっと悪いことしたかなとか思ってリフト乗ってたんですよ、うん、一日中バーで滑って、うん、ほんで、まあ、夕方ギリギリまで滑ってだんだん日が落ちていくんですバーで、はいはい、でよしだんだんもう帰ろうかって言ったらその駐車場のところバーって広い駐車場にほとんど車がおらへん状態、うん、ほんなまあ帰り込んでるからでもまあそこの混むとこまでは空いてるしまあええか、うん、ゆっくりゆっくりこう寒いし僕寒がりがうわ寒いってこんなしてたらパッてこう脱がななって言ってパッチ買ったら僕の車の中にルームライトついてるんですよ、うんうん、ということで一日中中でうわこれ完全バッテリー上がってるやんやっべーみたいな、うん、もう火はだんだん暗くなってきて寒くなってくるしね寒くてもう雪払いながら、うん、なんか上のねトレーナーみたいなの脱ごうかってした時に、うん、うわ最悪やこれどうしようと思って、うん、パカッて開けてくるくるくるってやっても何にもうんともすんとも完全にバッて上がってるんですよ。うわいやいやなんでパッて周り見たらほとんど車いないんです。うわどうしようと思って嫁はんもはっはっみたいになってるんですよね。これやばいなあの時に小山さんお出したってちょっと待ってくださいちょっと待ってください散髪屋さん待ってくださいってなりましたね。もう四駆みたいなんで小山さんお出したってちょっと待ってください。何ってなったら「いやちょっと」みたいな「ああ」言ってやり方わかんないんですけど僕の車にはこのハサミあったから「あのハサミありますあるんやったら全然」って「ああ」言ったらもう中で3人ぐらい散髪屋さんがもうこのねハサミ持って違うハサミ持って持って「パンパン」って「ああ」って言ったら言ってもう3人がかりぐらい出てくれて僕とも嫁はんずっと見守ったまま。いやすいませんもう次絶対この散髪屋行こうと思いました。なるね。あの時はバッテリー上がるってなんであんなブルーになるんですかね。しかもキュルキュルも言わんと舌打ちみたいな時ないですか。舌打ちしてるみたいな舌打ちだけこれってもう完全に上がっとるわみたいなおっさんに言わせたら一回車でね僕レンタカーのバイトしてたんですよ。でめっちゃ生きてる上の人がおってで車を引き取りに行かなかったんですけどちょっと早めに着いてめっちゃ東電のとこ行くとこあるんです。であるあの海岸沿いみたいなところで待ってたんですね、うん、ほんならそこ車入ってもいいんですよ、うん、ほんでその人が助手席で「ようだ」って言うと「はい」って待ってたら「行ったら」みたいな 海岸線を飛ばしてみたらみたいな「いいんすか?」って「僕行ってみたいですけど」「行ったらええやん」
わかりました、ありがとうございます。であの行きたくないですよそんなに、うん、わーって行って、んで、まあ、途中で止めたんですよ砂浜で。いやでも渋いっすねこんなとこで。そやろう言って、でその人バンバン降りて、ヒーヒーっていうなんかこうもう飛んでるみたいで、はい、もんやのみたいな、めっちゃ息ってあるんですよ。そうですね言って、でそこでちょっとまあ30分ぐらい喋って、で行きましょうか言って、で、うん、出せやめっちゃ息ってあるんですね。ほんでクルクルってエンジンかけて行こう思ったらクーッってなって、砂浜にタイヤが落ち込んでもて動かないんですよ。クーックーッって、んでしゃあないのって、その人が俺が押したるからって言って、もそんなもん微動だになるわけじゃないじゃないですか、うん、ほんで分かった俺に任しとけ言ってどっか消えていったんですよ、うん、で次帰ってきたら、え、それかまぼこの板ちゃうんぐらいちっちゃい板持ってきて俺がかますからお前全力で踏めみたいな、分かりました。ほんでこうやってかましてるんですよ、で踏めって言うたら、思いっきり踏むやないですか、踏んだ瞬間砂がブス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 ってなって、だんだん水気含んだ砂になってくるわけですよ。ブス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 ってなって、ちょっと待てって言って、あのなって言うて、もう来たらもう顔中砂だらけなんで、ジャム呼ぼうって言われて、この赤と緑の2種類のカード、赤のカードには時代の指定が、緑のカードには人物の指定が、ここからはこの2つのカードを引いて指定された時代人物の話をするというコーナーです。小学生の時、あ、友達の話、僕が無視された時の話言いましたっけ。え、言いました。無視された、僕はあの女子と結構仲良かったんですよ、はい、母親の教えの中に女の子にはめっちゃ優しくしろと、うん、女に嫌われる男はカスやっていう教えがカスやって言うんですね。幼稚園の時から言われたんですよ。女の子に優しいせ、女の子の方が弱いねんから男は守るもんや、うん、男は女に優しいするもんや、女に嫌われるやつはカスやって、うん、好かれんでと、だから女の中であの男なって言うてるやつにほんまにろくなやつおらんから、うん、女の子には嫌われるな、うん、女から嫌がれるような男になるなというのはちっちゃいとか言われてたんですよ、はい、だから僕割とこう年頃になっても女の子と喋るし、うん、ちょっとまあレディーファーストまではいかないですけど、うん、まあちょっと他の男子よりも優しかったかなという感じなんですよね、うん、で僕小学校5年6年の時とかって、うん、同学年の男も野球やったりサッカーやったりするかおもろいんですけど、喋ってておもろいのは女子だったんですよ。ちょっとおませじゃないですか、うん、で僕お笑いずっと好きやったし、うん、そのなんとなくおもろい子と喋るの好きなんですけど、うん、女子でめっちゃおもろい女おったんですよ、うん、とかあとエロい女とか小6で中2の人からエロい小説を借りてきて僕とかに貸してくれるんですよ。すごいとか、はい、今日あの女子5人で集まってエロい小説読むねんみたいな、あんたも来るかみたいな言われて、おーいって女の子の中で僕だけこうやって呼んだりとかしてとかもしてたんですよ。でも男の子ともちゃんと仲良かったんですけど、ね、席替えした時にで僕のクラスの一番可愛い子、うん、一番人気の子が僕の妹と同じスイミング行ってて、うん、なんとなく妹とも知ってるしまあ一個乗っかって仲いいじゃないですか、ちょっと喋るというか、その子と横やったんですけど、うん、でこう喋ってたら僕の親友やった子が、うん、あいつは、まあ、そ誰か A さんのこと好きやみたいな、うん、無視しようぜってなるんですよ、うん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 、で嫌われてるけどブサイクな2人以外、うん、だクラスの全員の女のことを小籔は好きやみたいな、女たらしや無視しようみたいなことになるわけですよ、はいはい、でふーんと思ってたら僕パーティー行って喋りかけても「ああ」とかって。とか僕がパー出たらピューってどっか行ったりするんですよ、うん、あなんか変やなと思ってて、でまあええわと思ってボーっておったらその僕のいつも喋ってる女子たちがパーって来て、小籔あんた無視されてんでって言うんですよ、うん、そのなんかすごい情報を握ってきたスパイみたいな、来ましたねと、はい、えほんまみたいな、いや私も今日朝思った、じゃあ小籔かわいそうやなみたいな、うん、私らは守ったろみたいなことで女子がめっちゃ僕の味方してくれたんですよ、ほんで「ああいいよ」っつって「何でなんやろな俺何かしたんかな」っつって、うん「いや違うであれは多分な」っつって、あんたはその A さんとむっちゃ仲良くしてるから、そのあの子も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 私見てたらその A さんのことみんな好きやねん、だからそれで腹立ってると思うねん、うん、でここにおる子もあの子好かれてるからこうようおるやん、だからその嫉妬からの
虫やみたいな、うん、女子たちもうプリプリ怒り出すんですよ、うん、で僕はいやええよ、あそうかっつってええよっつってそんなもん言って、ええ、いやもうしゃあないしゃあないっつって、うん、まあええや逆にもっとなんかこいつと仲良くしてみたりなとか、うん、やったらキャキャキャって笑っておしたれしたれみたいな、うん、私らはあんたの味方やでみたいなことになって、うん、でも僕は別にその男を嫌うこともなく、うん、ねやってたんですけど、そしたらあの男子がたまに僕はボーって運動場で一人でおったりとか他のクラスの子と遊んだりとかしたらバーって3人ぐらい来て、でなんか小籔無視されてるけど俺はお前のこと友達と思ってるからとかもうちょっと半泣きになるわけですよ、ね、ごめんなっつって、そんなこんな言ったとこ見つかったら怒られるのにお前向こう行けよっつって、でピューってどっか行ったとか知ってくれて、だから僕としてはそんな寂しい無視ではなかったんですよ、逆になんか逆にではないけど寂しい反面、まあ人気者ゆえのなんかそういうぜみたいな感じ、人気者ではないですけどね、女子とたまたま仲良かったから、でこうやっておって何日か過ごしてたらこの議題箱っていうのがあるんですよ、はい、見たら、なんかホームルームっていうのは、その時はホームルームって言わないですね、終わりの会でもないですね、なんか話し合うクラスで何を買うかとか話し合う時間ってあるじゃないですか、大体その議題箱を見ますみたいな、うん、何もないでなりませんでした、うん、みたいな、大体入ってないんですよそこ、はいはい、ほんでそれの時間が始まった時に僕もボケーとしてたら、議題箱を見ますみたいな、一つ入ってましたみたいな、あれって何かと思ったらパーティー開けたら、小籔君が無視されていることについてかわいそうだと思いますみたいなことが入ってますみたいな、これについて話し合いますってなって、ほんで黒板にその男が言った女子が初期なんでしょうね、小籔君が無視されていることについてみたいなことをでっかい文字で書き寄るんですよ、もうはずなってきてええよみたいな、どういうリアクション取ってええかわからんしね、そんな俺ダメージないけどなと思いながら、男としてもちょっと気まずいじゃないですか、その向こうともいやちょっと揉めてる感じやのに話し合いって言われてもなんか余計こうぐちゃぐちゃってなっても嫌やしなとか思って、うわーと思ってたら小籔君立ってくださいとか言われて、小籔君はこのことについてどう思いますかって言うから、いや僕別にあのいいんで、まあ、無視されるんやったら無視されていいですし、まあ、こんな話し合いとかはやめてほしいと思いますって言ったら、女の先生があんたのために話し合ってんのみんな何やあんた言ってびっくりして言い直せみたいな、うん、で小籔君もう一度お願いしますって言われて、とても無視されて悲しいですもうみんな思ってへんの分かってるじゃないですか、ほんなら誰が無視してるんですかみたいな言うたら、もうさっきの声無視されてんだよって言ったやつがパッて言う、誰々君と誰々君と誰々君が無視してると思いますみたいな、だから本当ですかみたいな、誰々君立ってくださいみたいなって、どうしてですかみたいな、なんかまあそうぽいねこと、いやなんとなく無視してしまいましたみたいな、ごめんなさいみたいな、あいえいえみたいなそれは終わってからの帰りし、ものすごい気まずいというか、それ終わるじゃないですか話しちゃって、まあじゃあ問題解決しましたねみたいなことになって、まあ最後に笛吹いてね、なんかみんなで笛吹くじゃないですか、みんなでこう帰る時に笛吹いて、宿題とかメモって笛吹いて、ほんでさようならみたいなことになって、もう出る時がもうめっちゃ嫌で、そのさっきの僕に俺小籔と友達やからなって言ってくれた3人とかはポンポンみたいな、ああよかったなみたいな感じ、ああでも帰る方向ちゃうからピューってどっか行く、ああいやうんとか、女子とかも勝ったなみたいな、なんか裁判勝ったなみたいな感じでこう来るんですが、もういやいやいやみたいな、ほんなら仲良かったけど無視してた男の子らが来てごめんなみたいな言う時とか、もう恥ずかしなって、なんかもう気まずいし、ああいいよっつって、じゃあなんかサッカーするこの後とか、ああああみたいな気使うサッカーやな、で、まあ、他の子らはもうそんな忘れてねウェー言うてるんですけど、僕はもうなっていうのは覚えてますね、はあ、僕ほんま普通の小学生ですよね、友達の歌作ったり、ほう郷田君っていう男の子がおって、郷田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 ポーズ郷田っていうのを流行ったり、ほうで、あの田中伸一郎君っていう子がおったんですけど、その子の歌も田中伸一田中伸一っていうだけなんですけど流行ったりとかありますね。で僕その涼炭っていう今も友達なんですけど、涼炭、うん、っていうやつがおって、ケツめっちゃ臭いんですよ涼炭生ケツを
生ほぼねもう後半これ生ゲツになったんですけど、僕らプロレス流行った世代なんで、なんか両端の2つすごい小学生の時の技で A 固めっていう技があるんですね。ちょっといいですか、はいはい、腕を、はいはい、こうやる技で、うん、これはどっかから見たら A になってるらしい、自分から見たら、あ、こうこうこうで ね、はい、ここもこうなって、はい、これ全然痛くないですね。A 型も痛ないか、痛ないかい。ほんで最後両端が行くぞって言うたら匂いホールドで対戦者は寝かされて、両端はそいつの鼻の上にケツ乗すんですよ、はい、ギブギブギブって言って両端が勝つっていう、はい、あのまあ本当に、まあ、ドームクラスの試合でもないですけどビッグエレの毎日あるんですよね。ほんでちょっとそんなパンツの井出両端のパンツをなんか投げ回したりとかする遊びをしてたんですよ。ほんなら夏休みのプールの日で両端のパンツや思って全然違うやつのパンツを恋の意見みたいなのあってそこに入れたんですよね、はい、それがバレて東郷先生っていう、 もう名前からしていかつい、見た目もめっちゃいかつい、僕小学生で初めてここまで毛生えてる人を見たんですよ。それぐらいいかつい先生がお前らしたんかと、ちょこいって言われてプールサイド連れて行かれて、夏はね、で東郷先生凍るんですよ。で僕3番目かな2番目ぐらいかちょっと離れて立てて、お前ら全員したんか、はい、でしんちゃんっていう年上の子だなに「したんやな、はい」って言うてパチンってピンタしたんですよ。でされた瞬間しんちゃんがめっちゃ綺麗な台を描いてプールに入っていったんですよ、はい、怖なってどつかれたこともないのに喧嘩強いしんちゃんが、しんちゃん喧嘩強いんですけど、喧嘩強いしんちゃんがこの体勢で陶器の波になんかようわからないですけど前から次々こう台になってみんな入っていくんですよ。怖ー思ったんですけど、もうバーって来て兵道もやったんかって言ってはいやりましたってパチンってやられた時に、あ、ビンタってこんなもんなのかというぐらいの熱っていう気持ちいうの初めて知りました。ほんでやっぱり僕も綺麗にいかな思って一応こうやっていかないといけないけど汚くていいです。あの時そのまあみんなで両端とみんな両端もされたんですけど、その時に初めてそのビンタっていうものの顔を叩かれるっていうのはもう思い出にありますね。へえ、まあまあでもそれは叱ってるじゃないですか。はい、それ全然その先生は悪くないですよね。悪くないです、いいことですよね。いいことです。僕小学校の時に今おったらなんか「お前あの時何やってん」って言いたい先生おるんですよ。どんな先生ですか。僕同じクラスになったことないんですけど、はい、僕の友達で野田っていうやつおったんですよ、はい、でその先生は野田先生って言うんですよ、うん、僕たまたま放課後バーってその先生がおったんですけど学年ちゃう先生なんですよ、うん、ね、だから名前はうっすら知ってるけど僕の中であんま認識ない先生、知らん大人おるなみたいな感じで「おい野田!」って言ったんですよ、うん、ほんだら「何やお前これ」うわ最悪やえってなって「え何すか?」って「何呼び捨てしてんじゃん」うん、あそうこの人野田先生、いや僕の友達の野田」みたいな「お前」パーって言ったんですよ、うん、これって小学生に言うことですか。いやそれはダメですよ。おい何やお前先生のことを呼び捨てして、あ違うんです野田、ほんまかお前ややこしいなお前は、うん、でまあないわ、まあ、うん、やった叱ってるじゃないですか、うん、それは何やお前これって言ったんですよ。いや俺もう今から思ったら路地裏ですもんね、路地裏ぐらいの何小5ぐらいに生きてんねん思って。いやいやな、大人が小5にどういう理由であれなあお前これってむっちゃはずないっすか。今思ったらお前よあの時俺に「ああこれ言うたのお前おい野田!」って言うたのほんま腹立ちますね。先生はいろんな先生います、ね、人もいますよ。います。僕も小学校3、4年生に担当してくれた伊藤先生って女の人が最高にいい先生でしたね。なんかキレ勝って、ね、また学校出たてで、それがね横のクラスのねあの抜きな先生とね結婚してもたんですよ。もうショックでしゃあないわ。いやでもそれは抜きな先生もなんか男前なんですけど、はいはいはい、2年で何結婚してくれてんねんみたいな、ああなるほど若い、だから結婚したからその、はいはい、
とこの小学校にまた赴任するというか家の近所の小学校に行くからということで、もう先生おらんやったんですよ。へえ。一回お会いしたいですね。めっちゃ僕がこの50万倍ぐらい売れた時にはおばちゃんですよだいぶ。そうやろな。あの時のキラキラキンでそのまま来たらはぁってなるけどなあ、そんななんのかな、やっぱりおばちゃんなんかな。そうだって小学校やったんでしょ。はい、28年前ですから。向こうがびっくりしました、まず兵藤さん見て。そうやね、ほらこんなおっさんだったんかみたいな。気持ち悪い言われますよ多分。いやでもその時に桑地くんっていう男の子が、はい、女の子の顔面とついたんですよ。そんなよっぽどでしょ、はい、ほんで伊藤先生怒ってね、桑地くんなんで女の子の顔叩いたんって言ったら桑地くんってなって、もう涙くん溜まりながら、俺クワチやのにこいつ俺のことちくわって言うたって言うたそんな理由でどつきますかみたいな。子供の時は名前ね、うん、そういうのそうなんですよね、名前いじられて嫌なんでしょうね、うん、小学校の先生も大変ですよ。大変ですね。しょうもない居酒屋をね止めなければならない。ありますからね。おお、はい、雪の日の家族の話。まあ、あの子供がなんか、まあ、まあ子供の話ばっかりですけどね、子供はやっぱ最初に雪見て、うん、僕はその時おらんかったんですけど、なんか雪を見たと、うん、で嫁はんがムービー撮って雪をこう口開けて、うん、あーあーみたいな、うん、よその子とあーあー言って、うん、雪食べたみたいな、うん、言うてるムービーとか見た時はやっぱ雪ってええなと思いましたけどね、うん、その新潟とか秋田の方の豪雪地域の方々は本当に雪なんて雪かきして最悪なものやというふうに見る側面のものではありますけど、うん、僕ら大阪ではあんま雪降らへんもんからしたら子供が穴にはしゃぐんやったら。そうですね、うちは家族で雪ちゃんと見たっていうことがまずないんですよ今、うん、だからあのクリスマスツリーに、はい、その言うたら飾り付けするじゃないですか。でうちおばあちゃんに育てられてだからクリスマスツリー的な木はあるんですけど、その飾りが一個もないんですよ。へ、綿のみみたいな雪が降った木みたいな。あけどなぜか上には星みたいなしかなかったから、子供にはいろいろ飾り付けをあの買ってあげよう思って、うん、でまあそれは綿もありますけど、でやっと言うたらね、去年ですかぐらいクリスマスはもうできるようになってたから、でいっぱい買うてきたんです飾りを。ただうちの、60センチ90センチぐらいかな、うん、のやつなんですよ。大きいですね。でそれをまあつけてやるんですけど、それ用のあのなんですか、飾り付けを買わなダメなんですよね。あそうか、木のサイズによるか。そうか、なんかお得ですっていうのを買うてもたんですよ。もうね全然もう木支えれないんですよ。こんなでっかいなんかベルサーチみたいな顔描いた皿みたいなやつ潰したらもうこらえなと思ってた。これはいかんなと。ほんでなんかね笛吹いてるね、こんなプリントなって男の子のね人形ももう下の方つけたらもう地上にケツついたんですよ。もう倒れるでと、ね、でもうとりあえずもうとりあえずあるやつでやろう言うて、わー言うてやったんです。やっとまあ家族で飾り付けができたかなぐらいなんですけど、で雪降らすで言うて綿をね、で子供もちゃんと雪っていうのを見たことがないと思うんです。そのまあ降ったりとか大阪するんで僕がおらん時は見てるかもしれないですけど、こんな雪いっぱい降らそう降らして、でまあ自分もね子供の時できへんかった飾り付けできた思って子供喜んでるやろう思ったら、もうそやけどもう3日ですね雪のみになってました。全部どっかにやりよるんですよ。あ、外して外してね、あのなんていうんですか、このこんなプレゼントの箱みたいなんがなんかテレビのねこう今テレビあるじゃないですか、ピッタとウィーンってズームするんですよ。ウィーンコトって言ってコトコトコトって言ったらなんかそれがいっぱい落ちてるとか、どこに隠してたんやと。なるほど。あと星のごっついた石みたいなのあるんですけど、それを僕の靴の中入れてたりとかいかー言うてでもまあそうなので、まあ、雪だけになってますけど、それやったらもう俺はつけんと、もう雪だけにしとけと、もう子供の時さったから言うて、雪は一応そういうクリスマスには降らしてましたけどね。へ、まあでもね雪ってほんまにこうホワイトクリスマスだねとか言うけど、はい、基本はもう子供とその一瞬ロマンチックぶってるアホな恋人が喜ぶだけのもんで、うん、基本的には最悪なもんですもんね。道は滑る、はい、
なんか屋根はへしゃげる、はい、産業は止まる、はい、もう言うたら降らん方がいいでしょ。僕サブカリやから、はい、もうスキー場のとこ以外は降らんとってほしいんですよ。雪、はい、大阪とかもいらないです。だからその雨かなと思ったら雪やったみたいな、うんうん、がふわふわって、うん、まあ1時間ぐらいが、12月に2回、うん、1月に2回、2月に1回、うん、でもういいんですよ大阪なんで。それが子供バーで窓から見てわー、まあちょっと夜中ふわーって降ってちょっとだけシャリシャリでちょっと雪だるまできたなが年に1回ある。もうそれ以外雪降らんとどうしてです。あまあ別にね、いらんすよ。東京なんか特にすぐ止まるんでしょ、雪なんか降った日には。へえ、もうわーってなったらあかんかんってなるんでしょ、もう東京。へえ、もう電車も来ないなって、もうへえ、おっさん来ないなって来ないなってへえ、もう東京なんかえぐいらしいですよ。大阪もまあ、うん、大概ね、うん、でも寒い意味がないというか、大阪が寒なる必要はないんですよ、雪降るほどまで。ああなるほどね、そこまで、ね、だからもう絶対5度切ってほしくないです大阪は。うーん、そうですね、鍋食う言うたって、鍋好きなやつ夏場でも食うてますもん。食うてますね鍋の季節言うたところでね。いや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 、なんや言うたら鍋食うてますもんね。僕鍋あんま好きちゃうし。あ、小山さんそんな好きでもないです。鍋好きじゃない、サブガリ雪別にいらん。常夏的なとこがいいですか。常夏も好きじゃないですよ。常春ぐらいですか。春と秋のテレコ、春秋、春秋が一番いいんです。はい、でまあそれ沖縄とかそういうところはやっぱり夏じゃないとあかんし、うん、僕もね寒いの嫌いなんですけど、もう12月とか入ったらもうなんかわーってなりません？なんかパン屋の白いトナカイのわーなって、うん、メリークリスマス言ったらわーってなってあのガラスのところにシャーってなってて、なっててほんでどこどこの大きいねツリーが3、2、1、点灯みたいになったら、わあ年末やってなって、めっちゃ楽しい時期が流れるんです。で、大晦日も楽しくて、で1月1日、これもお正月やし。だから僕、ね、で年でですよ、1年間で一番楽しくないの、1月4日なんですよ。あ、月曜日みたいな感じ。全て終わったと、うん、大きい月曜日来た、うん、これを言うたら1月4日生まれの人で、そんなん言わんといてくれって言われたんですけど、その人には。ただ4日過ぎるともうなんか、あとはもう、あ、それこそ何もないじゃないですか。2月無理やりなんかやらなあかんって豆まいとけみたいなんで、豆まいてるしね。でも豆まきはやっぱ子供たちにとって必要なことですよね。そうなんですか。そうですよ、僕クリスマスより豆まきの方が刺したいですもん。どっちかしかあかんじゃないったら絶対豆まきですよ。ああまあね、そりゃ鬼は外、福はうちですよ。はい、家族のところに服が来てほしいと願うっていうのは、遠回し遠回しに言ったら家族のために頑張ろうですよ。はあ、言えば分かんないですけど、はい、ほんで豆一個ずつ増やして長生きしようっていうコンセプトがいいじゃないですか。クリスマスってなんですか。いやでもね、小籔さん浮かれてるんすね街は。それやったら節分にそっちにしてください。節分の時にパン屋のガラスのところにシャーって白いのやって、雪をこう削ったやつでこう鬼とおたふくこねして、でもそれハッピーハッピー節分とか。いや別にあなたのお家に福が訪れますようにパン2割引きとかあれぐらいだらずいいじゃないですか。ほんで節分にその鬼からその福へプレゼントを送るとか。めっちゃいい話だって言いたいもん。俺はいつも普段ね、男として女に迷惑かけてるかも分からへん。俺は鬼かもしれない。でも外では鬼として戦ってる、家では服に癒されたいわけよ。だから鬼から1年間これからもよろしくね、去年はありがとうという気持ちを込めてプレゼントを渡す。それ本来の趣旨から変わってきてませんか。豆とかもあれ今豆やからみんな甘すぎちゃう人もおるじゃないですか。そうですね、あれがなんかチョコレートになったりとかね、はい、そのクッキーみたいなマシュマロであったりちっちゃいマシュマロとかにしたら、もうみんなゴディバの豆とか出たらわーってなってみんなこうむっちゃこんなんでね。でも節分はね、恵方巻きやります。東京の人もホクホク島に向いて食べるとか、一回おっちゃん焦りすぎて今年はなんなんなんやってわけのわからんそれ南やろまあ南向かなかホクホク島やったら多分これぐらい分かれてるじゃないですか。もうなんなんなんはもうまっすぐ
ちょっとでもずれたらあかんっていう難しいっすね。あれも巻き寿司からちょっと変えておしゃれにすれば全然大丈夫ですよ。いいですね、何みんなやったら喜ぶの何ですか。ロールケーキってなもんでね。ロールケーキいいじゃないですか。ロールケーキを一言も喋らず恵方の方を向いて食べるで食べた後は紅茶で流し込んでるまで、今こそ日本人が力を合わすべき時ですよ。2010年は、はい、皆さんから広まっていかないとダメですよ。なるほど。クリスマス全員せえへんようになったりとかしたら、クリスマスは一切しない、しない、もうしない。ワムも焦るでしょうね全然入ってへんやみたいな。ここにわ、ね、そうなった時にワムバーって来たら、はい、これがラストクリスマスじゃなるほど。というわけで皆さん、もうどんどんね言うていっていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。